ドイツで自分の家で朝起きてなんか見ようとしたら、お住まいの地域では見られませんっていうのが出てきたんで、親に電話してなんかスピーカーフォンみたいなやつで聞きました。 4大会目です。そうですね、本当ワールドカップに出られるっていうのは選手として目標でもあるし、すごい幸せなことなんで、何回出ても奮い立つものがあります。16歳の時だと思います。その時はなんかその直前の合宿ぐらいから選ばれたんですけど、女子のワールドカップがあるっていうのも知らなかったですし、その重みっていうのも全然分かっていなくて、もう代表に選ばれて嬉しいっていう気持ちだけで、その大会の重みとかっていうのは今考えるとそこまで分からないままこうチームにいたかなって思いますね。最初出た時は、連れてってもらったというか、先輩方にこうついてたって感じなんですけど、その後の北京であったワールドカップの時は、メダルを目指して戦ってました。北京で4位だったので、本当にあと一歩でメダルっていうところまでだったっていうすごい悔しい思いがあったので、2011年の時はとにかくメダルを取りたいっていう目標で臨みました。第一ことだった。そうですね、北京で本当にメダルを目の前に取れなかった悔しさっていうのと、自分自身も足りない部分っていうのをすごい感じたので、欧米の選手と普段からやるような環境にチャレンジしたいなって思って、北京オリンピックの後にドイツっていうのを決めたと思います。ドイツには勝ったことなかったんですけど、あの時はもう失うものはないというか、そういう気持ちで臨みましたし、あと自分がプレーしてる、ドイツと当たるっていうことで、普段は仲間っていうかの選手たちがこう相手になることで、絶対負けたくないっていう気持ちがすごい強かったです。2011年、やっぱり自分の中ではドイツ戦っていうのはすごい思い出に残ってます。ドイツに渡ってやっぱり、日本はドイツに勝ったことがなかったので、いつもこう舐められてると言ったらあれですけど、こう日本は下に見られてるなっていう悔しい思いもしてたので、この大会では絶対勝ちたいっていうすごい気持ちがあって、で最初にリンダ・ブレソニックっていう選手とチームメイトだったんですけど、ガツンってこうぶつかり合った時に、なんかそれがすごい覚えてます。やっぱり2011年に優勝してから、世界の選手たちも日本のことをすごいリスペクトしてくれるようになったなっていうのはすごいドイツにいて感じるんですけど、やっぱり今大会も自分のチームにもスイス代表だったりスペイン代表とかドイツ代表いるんですけど、そういう選手にやっぱり負けたくないなっていう気持ちはあります。やっぱりなでしこの良さっていうのはチームワークで、こうみんなが連動して守備も攻撃もするっていうとこと、本当に一つになることで一人一人の持ってる力以上のものが出せるっていうのが日本の良さかなと思ってます。
なでしこは本当自分が代表に入った時からこう一体感っていうか、例えば試合に出てない選手も出てる選手にこう精一杯、力を送ったりとか、声をかけたりとかっていうのは先輩たちから受け継いできてるものだなと思います。本当になでしこの良さっていうのはチームワークなんで、一人一人がこうみんなのためにプレーする、全力で目の前の相手にぶつかるっていうのを、だろう、ひたむきにプレーするっていうなでしこを出していきたいと思います。やっぱり優勝っていうことを経験して、自分たちにこのそれまでにない自信っていうのは確かについたなと思うんですけど、でもそれを今大会自信をこう過信するんじゃなくて、やっぱりもう一度チャレンジャーっていう気持ちで臨むのが大切だと思ってます。地元に手塚貴子さんっていう元日本代表の選手がいたんですけど、その選手にすごい憧れて、自分も日本代表になって世界一の選手になりたいっていうのが夢でした。やっぱりもちろん2011年に世界一っていう夢を叶えられたんですけど、やっぱりサッカー選手をやってる以上、また目の前にこの大会があって、やっぱりもう一度みんなで2連覇して優勝カップを掲げたいっていう夢があります。ずっと自分のことを支えてくれてる家族だったり、応援してくれてる人たちのためにゴールを決めたいなと思ってます。サッカーが好きっていう気持ちをすごい大切にして、努力し続けることが目標を達成する一つかなと思います、ね、なんかやっぱサッカー選手やっていく上でこううまくいかないことっていうのはいっぱいあったし、そういう時に諦めずにこう目標に向かってたくさん練習するっていうことが大切だと思います。